こんにちは、田中です。ちょっと東京に用事があって、しばらく東京にいたいなっていう感じがあったので、カプセルホテルでしばらく生活してみようかなと思ってやってみた動画になります。まあ一応今の仕事もパソコンがあれば遠隔でもできるっちゃできるので、あんまり一つの場所に留まってたりする必要も実はないのかなという気もするんですよね。さらに先日僕が普段いる会社からこういうメッセージが来まして、オフィスが4月末に爆散するかもしれないっていうことで、あれ僕ってツイッター社員だったかなみたいな、もしかしたら路頭に迷うかもしれないみたいな、全然わからないんですが、僕は YouTube のこともあり正社員という形態ではなくなっているので、もし爆散するんだったらするで、まあそれも面白いかなっていう感じもしますね。そして今回お世話になるのがこちらの安心お宿というカプセルホテルですね。この安心お宿なんですけど、15泊のプランを使うと1泊1666円でご飯、お味噌汁、生卵、ゴリンク、アルコール、温泉、サウナ、その他もろもろが利用し放題っていうことで、もはやここに住んでっていいんじゃないかということでたまに話題になったりする施設ですね。でタイトルにもある無限カプセルホテルなんですけど、これは以前 GoTo イートというキャンペーンでくら寿司を1000円分食べて1000円分のクーポンをもらって、またくら寿司を1000円分食べてっていうのを繰り返す無限くら寿司っていうのが流行ってたと思うんですけど、カプセルホテルでも同じことが今できてしまうんじゃないかなっていうことに気づきました。今は全国旅行支援っていうのがやってるんですけど、これって旅行代金の 40% の割引があって、そこに地域クーポンが3000円もらえるっていう形になってるんで、1泊が5000円以内だと実質無料で泊まれるっていう形になってるんですよね。まあ他の旅館とかだと割引してる分値上げしてたりしてあんまり意味がなかったりするんですけど、安心お宿は普通に5000円のままにしてるっぽいんで、これを使って宿泊を繰り返すことで無限にカプセルホテルに泊まれるっていう形になってるみたいでした。で、こういう割引ってなんか書類いろいろ出さなきゃいけないみたいなイメージがあったんですけど、今回やってみたところ、本人確認書類とワクチンの接種証明で、これはアプリを出すだけで OK だったので、割とすんなり割引を受けられました。まあただ、この動画を見た人が一斉にこの無限カプセルホテルやり始めると予約が取りづらくなってしまうかなと思うので、まあちょっと聞かなかったことにしてほしいですね。で、この安心お宿は知る人ぞ知るバリアンリゾートっていうホテルとか、パセラっていうカラオケ屋さんのグループと同じ会社がやっているみたいです。ではお部屋の紹介に移ります。初めてカプセルホテルに来たんですけど、秘密基地感があって楽しかったですね。このカーテン的なものを下ろして部屋を塞げます。部屋の中にこうやってテレビと鏡がくっついてて、ヘッドホン、充電器、耳栓が備品としてついてて、まあ、扇風機もついてて、でかい目覚ましもついてて、まあ、空気清浄機もついててっていう感じで、一通りなんか必要なものはあるのかなっていう感じはしました。他にもアイス枕とか毛布とか借りられたりするみたいです。まあ、あとミネラルウォーター飲み放題だったり、トイレとか洗面所も近くにあるんで住むのに困らない感じはしますね。で、カプセルフロアの他にコワーキング用の階とフリーラウンジっていう階とお風呂用の階もあって、なんかカプセルとお風呂は男性専用っぽくなってて、まあ、女性の方はちょっと残念かもしれないですね。まあ、このフリーラウンジについてはまた後ほど紹介していこうと思います。で、一回チェックインしたら深夜とかでも外に出入り自由らしいので、ちょっと行ってみたいところがあります。せっかく新宿に来たので歌舞伎町ですね。1年前くらいに出した東横の動画で心よく一緒に動画を撮ってくれた人もいるので、そんな人たちがまだいたらなという淡い希望を抱いてちょっと行ってみたっていう感じですね。行ってみて思ったのは、もうメンバー入れ替えが起こっていた。1年前に来た時より大人の人が多いような気がしましたね。僕の見たことある青の人はいなかったっていう感じになります。あの最近ここら辺にルフィっていうおじさん来てたり しますか？最近来てない。ああ、そうなんですか。昔はいたんだね。夏あたり。ああ、ありがとうございます。ルフィさん、またよかったらまたどこかで一緒に動画撮りたいです。フリーラウンジの紹介をしていきます。こんな感じでお酒が自由に飲めるっていう感じになってます。ネットカフェとかだとあんまりお酒自由に飲めるっていうのは見たことがないので珍しいなと思いましたね。
まあ、あとソフトドリンクバーももちろんあって、お味噌汁バーみたいなのもあって面白かったですね。まあ、あとご飯もあるのと、まあ、こういう調味料的なのもあるのと、あと生卵は1個無料っていうのと、こういうなんか親丼名物、親丼っていうのが作れるみたいです。まあ、味噌汁と飲み物と卵かけご飯食べれるなら食費も浮くので、もはや普通の家に住んでるより節約になるような気もしてきますね。まあ、あとはこんな感じでパソコンで作業してる人がいたりっていう感じでした。まあ、ちょっと人通りが激しくてバタバタしてる感じはあったので、まあ、こっちはフリースペースなのでコワークスペースほど集中できるかって言ったらあれな気はしましたね。まあ、あと漫画もありました。割と最近目のやつも入ってていいですね。ではお風呂の方行ってきます。まあ、なんとかの湯みたいなかっこいい名前はついてるんですけど、まあ、お風呂とサウナの方はまあスポーツジムについてるお風呂みたいな感じでしたね。でもなんかアメニティとかはとてもたくさんあって、おーっていう感じはしました。あと課金で洗濯機とかも回せるみたいなので、やっぱりここは住むように作られてるんだなっていう感じがしましたね。では眠っていこうかなと思います。なんかマットレスがいい感じのやつを採用してるらしくて、普段よりぐっすり眠ってしまいました。アイマスクは持参してって認証もしたので結構快適に眠れましたね。まあ、ただ外をパタパタ歩いてる人の振動とかがたまに伝わってくるので、まあ、そういうのが気になっちゃう人は、まあ、向いてないのかもしれないですね。で、一泊の場合はチェックアウトが12時で、なんか15時までいられるプランとかもあるみたいです。でも動画作るの疲れてきちゃったんで終わりにしたいんですが、8分いかなかったので次の日に泊まった新橋店も軽く紹介していきます。正直ほとんど違いはないんですが、先日の反省を生かしてマリブとコーラを混ぜてみるっていうコートテクニックと、あとこっちの店舗は15国米がありました。あとこっちの店舗は醤油の種類が多かったです。牡蠣の醤油をかけたら美味しかったです。あとこっちの店舗は味の素があったので一応かけときました。まあ味噌汁も一応作ってちゃんとした食事をすることができました。あと新橋の方がなんか新宿よりフリースペースがなんか落ち着いてるような気もしました。あと一応新橋なのであれをやっておきました。お金いっぱい欲しいんだったら年金なんか当てにしちゃダメじゃない。自己防衛、投資、海外移住、日本脱出だよね。